はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざりょうじでございます。郁夫様、ご支援ありがとうございました。ヨステビット様、物品ご支援とお手紙ありがとうございました。森の袋様、物品ご支援とお手紙ありがとうございました。大輔様、物品ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ダンカン様、お手紙と署名用紙、これ拉致被害者救う会の署名、してもらってあるのが届きました。誠にありがとうございます。妙子様、お手紙ありがとうございました。亀井戸の政治活動に来ていただいた方みたいであります。元女優様、お手紙ありがとうございました。匿名様、お手紙ありがとうございました。読んでおります。お手紙とか物品の送り先は動画説明欄に書いてありますんで、もっと見るっていうのをクリックしてババッと開いてみてください。あとニコニコ動画の方にも同じ動画載せてるんですけども、そちらの方はですね、もっと見るってクリックしなくてもババッと最初から開いております。よろしくお願いいたします。3月27日1時半東池袋中央公園集合 NHK スクランブルデモを開催いたします。ずっと雨の予報で、いやこれどうしたもんかな、心配してたんですけれども、晴れの予報に変わりました。ウェーイ、皆様の、たくさんの皆様のなるべく、ご参加お待ちしております。よろしくお願いします。今日は豊島区本議会行ってまいりました。でちょっと疲れて顔が黒ずんでるみたいでありますけれども、国保税改定に伴う条例修正、国が値段ちょっと若干上げっからみたいなのを通達してきて、豊島区の条例でも修正しないといけないっていうのに共産が反対しまして、演説ぶってたんですけどね、もっともらしいこと言って反対してたんですけど、じゃあ4割負担にすっからさ、で安くすっからさって言ったら、それにも大反対すんでしょうね、どうせ。左翼は甘えです。あれもいいやこれもいいやって、ガキと何が違うんだって、いう話ね。で自民党議員さんがですね、それに対して反対演説したんですけど、国で会談だからしゃあないんじゃね、それよっか低い収納率をなんとかしないとね、みたいな演説してくれました。収納率、外国人世帯の収納率の低さにも触れてくれまして、国保税滞納率の高さですね、1万6000世帯、あるんですけど、豊島区の 23% の、加入、国保加入数、あれ世帯で一つですから、人口29万人の豊島区なんですけども、それよか少ないんですね。国保加入件数っていうんですか、世帯だから、でね、23%、1万6000世帯、23% 占めるのって、ほぼ5分の1ですね。外国人がですね。そのほとんど留学生だが、滞納率はなんと驚きの 53%。半分超えてますよ。留学生なんていうとですね、2年ぐらいいて、帰っちゃう。大体が若い連中で、俺は病気なんかしねえわなんつって、保険税バックレようなんつって、払わねえ。とかですね、そもそもその払わなくちゃいけないっていうのを知らないっていうのもありますけれども、滞納率 53% のサブスクとかその会費とか、そんなの破綻してるでしょ、破綻、制度破綻。外国人にはね、やっぱ国保使わせずにですね、民間の医療保険に任せるべきなんだよな。民間の医療保険だったらば、滞納したらすぐに保険代払わねえよっていうですね、NHK スクランブルみたいな、滞納したら携帯止まるよ、滞納したら電気止まるよ、みたいなね、厳しい措置取りますんで、滞納がそもそもできないっていうのがありますから、そっちに任せるべきなんだよな。これね、医療業界の救済措置なんだろうけど、納得いかないんですよね。病院なんかでは外国人来て、治療してやって金バックレられっと
困っから、まあ、国保で一応一時的に払って、もらって国保にね。で、そいつが国保に払うかどうかは病院は考えなくていいっていうのがありますから、まあ、病院とか医療業界の救済措置なんでしょうけど、納得いかないですね。外国人に国保、国民健康保険制度は、名前をね、日本人健康保険制度って変えろって。もう同じ意味なんだからさ。そしたら外国人に使わせるのおかしくねってなりますよね。なんか真面目に払うのバカらしくなんですよね。そういうそんな滞納してんのかって聞くとね。ゼレンスキーウクライナ大統領リモート国会演説が行われました。私もライブで見てて、同時通訳の内容をお伝えいたします。アジアで最初にロシアに制裁を表明してくれたことに感謝します。2月24日にロシア軍がチェルノブイリを攻撃し、放射性物質が漏出した。この環境汚染の調査に今後何年もかかるだろう。ウクライナには稼働している原発が4つあり、ロシア軍の攻撃の恐れがある。子供を含む数千人が殺された。ロシア軍が海運を封鎖している。国連も安保理も機能しなかった。ロシアによって世界が不安定になった。世界は環境不安、食料不安に覆われた。責任ある複数の国家が侵略者に警告しなければならない。民族の輪、国境は守られなければならない。この侵略を止められるような世界の調和を守れるような避難民がふるさとに帰れるような、破壊された経済を復興させるようなツールが必要だ。日本にそのツールを作ってほしい。そんな便利なものあんのかね。ちょっとツールという訳が間違ってるのかもしれないですね。日本の調和を維持する能力に期待する。世界調和の山ができた時、日本がウクライナと共にあることを期待していると。まあまあ、こんなような同時通訳を聞き取ったものなんで、間違いかもしれないんですけれども、このようなことをおっしゃっておられました。ドイツでやったような煽りなく終始シリアスでした。ロシアがですね、回復不能なぐらい弱体化するのが帝国の国益っていう話は何回もしてるんですけど、ウクライナ侵略うまくいっちゃったら次北海道取りにくくかんね、あいつらね。だからそんな元気ねぐれにギタギタになっといいんだわ、帝国的にはっていう話は何回もしてると思いますけれども、まあそういうの関係なくね、助けないといけない気になってきました。それ聞いててね、やっぱり軍事侵略は時代遅れなんだなぁと痛感いたしました。明日のね、大手メディアの報道がこれをどんな風にねじ曲げているか、まあ今から楽しみですよ。国連も安保理も機能しなかった。聞いたか、国連信者ども左翼に多いんですけどね。左翼どもね、すぐね、何がっつうとね、国連の報告官とやらに接近してですね、でだらめ吹き込んで、でだらめ言わせんですよね。慰安婦とか、なんだっけな、ニート無能っていうやつの少女売春の話とか、嘘800ね。これは帝国政府の権威、イコール皇室の権威を認めてないからですね、左翼どもはね。政府の権威って天皇陛下の権威なんですよ。天皇陛下が総理大臣を任命して政治をやらせると。で、俺らは天皇陛下が任命した総理大臣なんだから言うこと聞くがと、そういうことなんですけど、それを認めてないんで、その上の権威を求める、仰ぎ見る真理が左翼どもにありまして、まあ国連信者なんですよ。すぐ国連を利用しようとする。全く卑しい連中だな。つくづく嫌になりますけれどもね。22日の電力逼迫、
一部停電を受け、戸倉、戸倉って読むのかな、和平、和常、和常、わかんないっすよ、あの人の名前っていろいろ読み方かね。経団連会長71歳、原子力発電の有効活用を真剣に考えるべきだと発言いたしました。ネットの反応です。やっと言い始めたか、考えてる暇ないだろ、すぐ再稼働しろ。ロシアから原油買わないんだから、それしか選択肢ないですな。原発止めて10年以上何やってたんだって話。大体エネルギーが確立してないのに原発止めるのがアホ。カンナオトはアホなんじゃなくて悪意を持って止めたからね。日本経済破壊したくてね。電力ないと俺らがピンチになるからな。岸田検討する。東電も関電も遠慮せずバンバン停電させたらええねん。電気代がガンガン上がった脱原発は失敗。自然エネルギーじゃ全くダメ。原発止めてですね、高い電気代を払ってるうちは会社が儲からない、給料も上がらないって去年あたりからやっと理解した電力業界、電気業界、自動車業界、化学業界、まあトヨタが筆頭ですね、などの労働組合がですね、原発止めて10年経ってやっとそれ理解しました。つうかバカで決して理解しない労働組合幹部がですね、引退して入れ替わるのに10年かかったってことはなーって思ってますけど、未だにですね、帝国の経済破壊とですね、外観誘致のイデオロギーを優先する自治労日教組、通信業界、放送業界の4バカ団体とその他業界の亀裂でですね、連合が分断しました。4バカ団体はですね、日本経済が破壊されてもあんまし俺ら給料下がんねえからみてえな生っちょろい考え、でしておりますけれども、自治労も日教組もですね、民間の企業の平均で公務員の給料って決まってんだから関係あっかんな、お前らバカでわかんないかもしんないけど、通信業界、まあ NTT とか、あそこら辺ですか、放送業界、まあテレビ業界ね、お前らも景気悪くなったら広告料入ってこねえんだからな、まあバカだからわかんねえかもしんねえけど、連合会長、共産と組むようなとこは支援しない、立憲切りとも見られる発言しまして、連合全体でですね、民主党を応援していた時代とは様変わりいたしました。参院選ではですね、四バカ団体は立憲を支援するんだろうが、その他はですね、原発動かせって言ってる民民を支援します。つうかですね、原発動かせって言うんだったら支援してやるって言って民民に言わせてんのかもしれないですね。核アレルギーの強い広島選挙区の岸田じゃ無理っていう意見大型です。広島でしょっちゅうちょっちゅう停電したら広島県民の世論も変わるんじゃねえのかな。どうせうるせえのはですね、声がでっかい、それを仕事としてやってる24時間365日やれる、まあプロですね、ごくごく少数が声でかいんでしょう。岸田はですね、自分で情報取りに行かないからたやすく騙されてるのね、そのうるせえ少数の声に。岸田はですね、広島の衆議院議員である前に日本国の総理だがんな、エネルギー源の多様化に取り組むなど、エネルギー安全保障の観点からも政府として様々な取り組みを進めていかなければならないみたいな、他人事、人事みたいなことを言ってる場合じゃねえかんな。これ昨日国会でこんなこと言ってたんですけれども、進めていかなければならないなんて、それスローガンやんけ、お題目やんけ、進めますってなんで言えねえの。進めることを検討しますとかなんとかばっかり言っちゃってね。萩生田経産大臣、東北の地震で現在6基の火力発電が止まってる、ついでに2基も不具合が生じている、復旧に数ヶ月かかるそうであります。電力逼迫は
数ヶ月続くそうであります。原発動かさなきゃね。一番電力消費が大きいですね。真夏来ちゃうなこれな。真夏な。ネットの反応です。もしかしてずっと節電節電って言われんの？送電線も切れてるらしいな。北朝鮮まっしぐら。進次郎が新しい火力発電所作らせなかったから。そんなこともやってたのか、あのバカタレが。実は震災以降古い火発でカツカツだった。全然報道しないけど、声がでかい反原発が暴れた結果がこれ。10年も経ってんのに再稼働してないなんて怠慢が過ぎると。反原発の連中はですね、自分家の屋根につけたソーラーの電力だけで生活してもらえばいいんでねえの。独裁国家みたくですね、思想調査がしたくなりますよね。で、反原発の連中はこの区域に住んでなんつってですね、その区域はソーラーだけで生活しろ、夜真っ暗になっちゃうけどしょうがねえよねってね、脳みそこじ上げてね、思想調査、スパイ防止法を作ったらですね、反原発もすっかり消えそうなんですけどね。あいつらスパイですから。日本の原発を目の敵にするのはですね、スパイ、外国のスパイか外観誘致主義者ですしね。C カズオのエネルギー政策がこちらであります。2030年までに石炭火力ゼロ、原発はすぐにゼロ、大規模な省エネ、再エネを普及することが日本経済を強くする。3月20日の発言だそうで、だそうで。ネットの反応です。ただし電気代10倍になります。どっから電力持ってくんで、できないことを言うんじゃありません。夜と雪はどうすんだ。電力が逼迫してる時にわざわざ言うこと？そんな超技術があればすでにやってるよ。知らないうちにすごい技術革新でもあったのか。適当なこと言ってられれば、言ってれば独裁を続けられる良いご身分、政権取る気全然ないだろう。何がしたいの？日本破壊というような意見がありました。電気は基本貯蔵できないからね。再エネってソーラーのこと言ってんだろうけど、夜の電力どうすんだと。夜は工場止めればいいとか言うのかな。それとも支持者にその経営者とかそういうのいねえから全く、そんなのは思いも浮かばないですかね。工場のことなんかね、経済が強靭などころか壊滅するって。雪降る地方には雪が降らない地方から電力を送るのかな。送電ロスって知ってる？何キロも何キロも電力を離れたとこに送るとですね、半分ぐらいになっちゃうんですよ、電力量が。それはですね、送電線の抵抗で、送電線が熱くなる熱エネルギーに変換しちゃうからですね。送電ロスなもんで、送電線はほんのり暖かい、まあ、触れないぐらいに熱くなるのかな。そういうことも知らないでしょうね、こいつらはね。ソーラーパネル設置するのに山の木大量に切ったらですね、その木が数で洗う二酸化炭素が吸われなくて、逆に脱炭素から離れていかないか、まあそういうことも考えらんないんでしょうね。もうすぐ4月なのに昨日も今日も超寒かったですよね。地球温暖化ガーって言ってる連中って、こんな気候でも全然寒くなくてパンツ一丁で熱々言ってんすかね。共産党支持者はなんせバカなんで理屈とか通用しないんですよ。これもね、非理系とかそういう問題ではなくて、全く問題ではなくて、文系だから僕はなんていう問題ではなくて、理論とか理屈が通用しねえのね、共産党支持者って。適当な耳障りの言うこと言ってれば、たやすく騙せて、いいっすね。共産党議員ってね、楽そう、なんか。2022年度、予算案可決成立。賛成は自公プラス民民だそうであります。共産小池、民民は名実ともに与党だ。維新馬場、半端なことせずに与党に行くべきとか言っちゃってました。ネットの反応です。反対しないと与党ってバカがこいつら。
是々非々じゃないのか。与党の定義って一体何？選挙って与党になるためにやるんじゃないの？慣例的に野党は予算案に反対することになっている。じゃあその慣例がおかしいんじゃないかっていう気がしますけどね。何でも噛みつけばいいってもんじゃないぞ、維新。名実ともに野党、これが悪口になってるつもりでいいのは、共産の支持者がですね、バカ揃いで反対性なら何でもいいっていう思ってる連中だからですね。若い頃は火炎瓶投げつけてるというような連中でね、反対性なら何でもいいってね。共産も維新も、民民を与党側に行かせたいのはなぜか。それはですね、反自民のテレビ納票を分けたくないからですね。テレビ見てるせいで、なんとなく反体制になっちゃってる。自民は嫌だって思ってる票を分けたくない、民民と。だから与党側に行ってほしい。で、与党側の票を食い合ってほしいという考えで、維新もですね、与党に行ったら、反発せずに、なんて進めちゃってるわけなんですけどね。NHK 労組と民放労連はですね、立憲支持を公言しております。例の四バカ団体です。自治労日記予想、通信放送業界。つまり立憲の仲間っつうか、立憲の飼い主と言っても過言じゃないですけど、衰えたとはいえ、高齢者や主婦に対するテレビの影響力はまだまだ絶大です。まあ今は変な放送するとね、瞬時に突っ込み来るんで、やりにくいみたいですけれども、民民をいくら与党に側に追いやりたくてもですね、自公と選挙区調整が面倒だから、まあ先送り岸田のうちは、自公民連立とはならないとは思いますけれども、連立に、民民も入れますなんて言ったら、公明が発狂するだろうしね、宇治の存在薄まっちゃうじゃん。宇治のわがまま、聞いてもらえなくなっちゃうじゃん。例えばですけど、国交省、環境庁、国際観光課がゴリゴリゴリ押ししてる道路標識にハングルだの、艦隊地だの、表記するあれですね。あれね、人民軍が日本国土を侵略しやすくするために今から用意してるやつですね。発狂ついでに、まあ、出てってくれてもいいんですけど、自公ズブズブの地方議員は困るでしょうね。本当ね、地方議会って自民と公明の議員ズブズブだから。豊島区もね、公明6名、自民9名って数の上でもあまし遜色ないんですよ。マイナス1億点の立憲がいつまでも野党第一党でですね、反自民テレビ脳の受け皿になってる状況、これはまずいと。なぜならですね、自民党のまずい料理か、立憲の食ったら死ぬ何か、どっちか選べって選択になってからですね、自公はまずい料理を出し続けてもですね、死ぬよりマシっつって投票してもらえて、選挙に勝てっから、甘いんですよ。変なことばっかり言ってる。せめてまずい料理と、クソまずい料理の選択にしてくんないか。の立憲の食ったら死ぬ何かじゃなくて、だからもっとマシな野党が育ってくれよっていう話でありますね。日本改革党がそこまで育てばいいですけれども、立憲共産党参院選の公約を発表いたしました。消費税を 5% に、学校給食無料化、ガソリン二重課税やめる、比較三原則、孤児などだと思います。ネットの反応です。10年前、できてないじゃん。これ民主党の公約ですよね。ガソリン値下げたい、どこ行ったんだよ。そんなのいましたっけ？ブフォ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 。詐欺フェストですか？どうせ守る気ないでしょ。まだ出入りもしない公約並べて、埋蔵金なんかなかっただろ。お前らが消費税を倍増させたんだろうが、達成できなかった場合は、切腹しますと書いとけ。民主党ガソリン値下げたい。二重課税やめさせます。ガソリン値下げさせます。与党になれた途端にですね、そうでしたっけ？うふふふふ、すっとぼけてましたね。太田博美とかなんとかいう、太田なんとかっていう女だっけかな。そもそも 5% を 10% に倍増させちゃったの、野田佳彦政権。
だしね、野田佳彦まだ立憲にいるし、こんなの実現できるわけないんですよ。野田佳彦が立憲でえばってるうちはね、泉代表が野田さん書いてるだけでやる気ないっすから、大丈夫っすから、5% に戻しませんから、まあ、5% に戻したら戻したで野田佳彦のやったことは全然間違いでしたって立憲が公言するようなもんでできっこないですね。須藤元気っていう格闘家の議員いたんですけど、立憲離党するときにですね、消費減税のことは言うなってなんだよそれっつって泣きながら離党してました。財務省に弱みをたくさんたくさんたくさんがっちり握られてまして、立憲は岸田以上に、財務省の犬であります。岸田みたいにほんわり洗脳されてるとかそういうレベルじゃなくて、財務省が口滑らすと刑務所に行く議員が何人もいるっていうレベルですね。言われるがままに増税するに決まってんだわ、立憲が権力握っちゃったらね。立憲の公約は詐欺フェスと書いてあるだけ口だけ、2009年公約に全然書いてなかった外国人参政権だの夫婦別姓だの仕分けだのばっかり一生懸命やりやがってね。外国人が3ヶ月滞在すれば国保使わせてやるっていうのも民主党の仕業ですし、入管法いじってですね、何回でも何回でも難民申請できるようにしたのも民主党ですわ。永久に難民申請やってられるので、その間は日本に入れんの、働いてもいいの、そういう風にしたのも民主党ですね。欧米のですね10倍以上厳しい放射能基準作って何でもかんでも汚染水扱いしたのも民主党ですよ。小宮山っていう厚労大臣の時にやりやがる、二度とこいつらに与党やらしてはいかないです。まあみんなが忘れてないから政権交代なんてありえないんですけどね、あと30年ぐらいは、私もあと30年ぐらい生きて民主党だけはダメだよ、立憲だけはダメだよって言い続ける。で、30年経って言い続ける人が減ってくとまた間違いを起こすと、こんな感じになっとるわけなんですけども、30年経ったらまあ立憲なんかなくなってるし、共産なんかはもっと早いしね、もしかしたらテレビ局もなくなっていくかもしんないなーっていう、だから大丈夫かなーっていう気もしますけれども、そういうわけでデモは雨降らないみたいですから、皆様こぞってご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。